い、皆さんこんにちは、ひろきです。冒頭で聞いていただきました通り、今回は、リクエストにお答えしてですね、杉蔵さんの、ギターのサウンドをですね、真似するっていうよりは、私が杉蔵さんのパートを弾くならこんな感じで音を作るかなということで作ってみました。で、今回はですね、割と技を入れてましてですね、まず一つ目のですねサウンドがですね、こういう普通のちょっと軽めの歪みというか、ちょっと音大きいですかね、軽めの歪みが一つですね。で、ギターソロ用にここミッドブーストがかかります。はい、ミッドブーストがかかります。で、真ん中の三角の上、真ん中を押すと、はい、このような感じで、ディレイがかかると。で、コントロール1を押すと、先ほどの歪みの音とは違ってちょっと迫力のある、ちょっとモダンな感じというかですね、これがベースにしてもいいような歪みですよね。はい、で、最後、これは、ペダルなんですけども、自動でワウが入るというものです。例えばこう、かかとではゼロなんですよ、ワウが入ってません。で、ちょっとでも動かすとワウがかかると、こういう設定を入れております。はい、何種類言いました？ 1,2,3,4,5 ですね。この5つの音があれば、多分杉蔵さんの音は大体できるんじゃないかなと思います。今回はそこまでがっつり真似るというよりは、コアのですね、こういういい音が出せると、そういうのを皆さんにお伝えしたくて音を作ったというものでございます。で、結構このね、ワウが勝手に入るっていうのが MS3 の時はかかとの遊びがあったんですけど、コアはそんなないっすね、遊びが。MS3 よりも少ないような遊びが、そんな感じがあります。はい、では一つ一つですね、このコアの、パラメータご案内していきたいなと思いますし、このペダルが勝手にオンになるアサインの設定もご案内したいと思います。はい、ちょっと画面を寄ります。今回ですね、このパッチの中身なんですが、使ってるのはこのまずワウですね。これ勝手に入るんですよ、こうやってペダルを動かすと、で、ワウとコンプ、A ディストーション、ナチュラルのアンプ、スレッシュ、ノイズゲート、EQ とラインが変わりまして、X ハイゲインですね、ノイズサプレッサーですね。あとはこの真ん中のディレイ、これですね。はい、モノで入れていますという感じでございます。では一つ一ついきましょう。ワウはファットワウを使っておりまして、それだけですね。ページは特に変えてもそんないじってません。で、中身が何なのかと、このアサインですよね。ペダルが勝手にオンになるというアサイン。これはメニューのコントロールアサイン、アサインセッティングの、これですね。エクスプレッション。このレズですね。これを、まずスイッチでオンにしまして、ここがポイントなんですよ。モーメント。これに、モーメントにしてください。で、アクトロー0、アクトハイ1。ここもポイントです。で、これで OK なんですよ。これでペダルを1。ちょっとでも動かすとオンになるっていう仕様にできたということですね。これで勝手に入りますという感じです。で、このコアのそもそものデフォルトのセッティングでは、このフットボリュームが結構0100で入ってて、フットボリュームは絶対つま先側にしないと音が出ないみたいな感じになってるんで、これは必ずボリュームのミニマムを100にしましょう。でないと音が出ないんでね。はい、次、コンプが D コンプを使ってまして、サスティンが50、アタック50、レベル50、トーンがプラス10、レーションが3対1となっています。はい、で、まず上のラインですね。はい、まずこの上のラインのこの歪み、まずディストーション1に A ディストーションが入ってまして、ドライブ23、トーンプラス10、レベル50でございます。他はいじってません。で、アンプ、A チャンネルのアンプがナチュラルで、ゲイン10、サグプラス1、レゾ0、レベル50。これゲインもちょっと上げてもいいですね。ベース70、ミドル50、トレブル60、プレゼンス10、ブライトオフ。ゲインスイッチハイ。ここハイなんですよ。これご注意ください。ミドルでもいいんですけど、その分左側のページで音量上げましょう。
で、ソロスイッチオフ、ソロレベル50となっています。ノイズサプレッサー上段がスレッショルド70、リリース0です。で、EQ がですね、この上段には入れてまして、グラフィックのレベルマイナス1、ですね、足してるのがですね、63Hz プラス2、125プラス2、250プラス6、500がプラス6、2kg がプラス4、4kg プラス1、8kg プラス1という感じでございますね。あとは全部0です。はい、下段に移ります。こっちですね。このモダンなハイゲインの方。アンプがハイ、X ハイゲイン使ってまして、ゲインが80、サグ0、レゾ0、レベル50、ベース70、ミドル70、トレブル60、プレゼンス0、ゲインスイッチがミドル、ソロスイッチオフ、ソロレベル50となっています。これハイにするとね、ちょっと歪みすぎてる感があるんで、まあこの感じでいいと思います。はい。で、ノイズサプレッサーがスレッショルド60、リリース0、ダイレクトインプットですね。はい。で、このミッドブーストですね、次は。ここを押すと EQ さんがこの2つのラインの後段に来てます。ディバイダーの右に来ます。つまり、どっちの音、A チャンネル、B チャンネル、どっちの音でもミッドブーストがかかるようになっています。はい。これがですね、EQ が、パラメトリックで、ですね、1ページ目は特になくて、そうですね、ローミッドフリーケンシー500、ローミッド Q 0.5、ローミッドゲインプラス3、ハイミッドフリーケンシー4、ハイミッド Q 1、ハイミッドゲインプラス2、ローカット、ハイカット、フラットになっています。これで、ちょっと音が上がるような、そんな感じになっています。はい。次がディレイですね。これがマスターディレイ。この感じですね。杉蔵さんはこの後に2部かなをこれ足してるんですけど、ちょっとね、設定がちょっと分かりづらいというか。こんな感じで聞くんですけども、そこまでしなくても十分。一発だけで十分綺麗に出るなと感じたので、あえてマスターディレイだけで使っております。タイプがモノ、タイムが375、これ普天8部かな。はい。フィードバック30、あ、違かった、ごめんなさい。ハイカット、フラット、E レベル100、モッドレート50、モッドデプト0、ダック SNS 50、ダックプリ0、ダックポスト0、D レベル100、BPM 120となっています。これで以上ですね。この感じ、あとリバーブですね。リバーブがタイプホール1、タイムが 1.5、トーンがマイナス5、デンシティ5、E レベル70、プリディレイ0、ローカット、フラット、ハイカット、フラット、ローダンプ、ハイダンプ0、モッドレート50、モッドデプト0、ダック SNS 50、ダックプリ0、ダックポスト0、D レベル100となっています。それでこの感じの、この感じの音になるということですね。で、キャビネットが、オリジナルを入れております。つまり、X ハイゲインとナチュラル、それぞれのオリジナルのキャビネットが置かれるという感じになっています。で、マイクのタイプは今回421にしています。なんか良かったんで。はい。で、マイクディスタンス、マイクポジションは両方、マイクディスタンスがショート、マイクポジションがセンター、マイクレベルが100、ダイレクトミックス0となっています。うん。で、この感じですね。はっきり言ってこの音があれば X もいけるし、グレーも多分いけるんじゃないかなと思いますけどね。みたいな感じとか、みたいな感じでね、いけると思うんですよ。これでミッドブーストしてね、みたいな感じで弾けると思います。はい、という感じの杉蔵さんのサウンドでございました。はい、他にもですね、ワンオクサウンドとかバンドメイドサウンドの希望をいただきましたんで、ちょっとこの後も作って動画作ってみたいと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。